今日は日本語と英語で軽口のことを話しましょう。ひひひ。今はちょっと退屈から、じゃあビデオブログ作ってるかなって思ってたし、あとはね、YouTube の日本語ができる外国人は、ビデオブログを作ってるのことはすごく増えてきたよね。だから私、外国人として少し日本語ができる人としても、じゃあ私も参加しようかなって負けるな頑張ります。自分の姿を映ってない。今日はちょっと風邪をひいてるからすごく気持ち悪いね。 Although the majority of my videos of me are kind of gross, I don't know what to do. 知ることがわからない。じゃあ私の汚い部屋も映ってるかな。すみません、ちょっと汚い。あ、これはね、自分の書いたこと。そうそうそう。あ、これは自分で書いたことじゃなくて色づいただけ。Is that right? I colored it by myself. Colored it by myself! Such a big girl! Just a grown little girl! Did it all by myself. Okay, anyway, とにかく、そうだね。ヨシヒデ様のためにこれを買いました。ちょっと、そうだけど、彼はこれが好きだといいんだね。I hope you will like it. あ、これも買いました。彼のために。ギターを弾いてるから、じゃあこれはかっこいいかなって思ってたし、買いました。まだ明らかにまだこれを送れなかった。すみません。I will send it out to you soon.When I get a chance. Let's see. そうだね。今日は最後の夏休みの日。明日から学校。行きたくねー。でも行かなければならないよね。ちゃんと卒業するし、ちゃんと就職してるとしても、なんとかやりますね。Okay. I guess that's going to be all for today because I can't think of anything else to say in English or 日本語で as usual. So I will see you. Well, not see you, but I will talk to you and sing to you guys again some other time. じゃあまた。